もうゲ芸人アポです。いやー、っやっぱね、R1 の影響もあって、ちょっと声が枯れてますね。ちょっと練習、R1 で練習しすぎたんでしょうね、多分ね。いやー、まあ、ね、まあ、R1 落ちてね、やっぱ、いろいろ、1日経って、また日常に戻り、また1年ね、 いろいろ修行すんのかっていう話になるんだけれども、やっぱり、ね。やっぱ同じ17期生でもさ、俺17期なんだけどね、吉本ね。もう、首なっちゃったけどね、10年、7ヶ月、10年7ヶ月前の話だっけもう、それからもう不利なんだけどさ、ほら、何組か、ほら、 売れてるね、人たちとかいるじゅうわけじゃん、テレビとかで,で。そういう、わかんないけど、俺からしてみれば、だけやっぱ王道スタイルじゃん。やっぱショーレースがあって、そこでちょっと活躍してとか、まあ、まあ、コネとかね、まあ、そういうのもあんのかもしんないけどさ、まあ、コネだろうがショーレースだろうが、なんかわかんないけどさ、その コミュニケーション能力だったりもするのかもしれないけど、まあ、全部やっぱスキルだからね、それも含めて。まあ、売れりゃいいだけだから。まあ、そういったやっぱ王道スタイルで売れていく人たちもいるわけじゃん。まあ、背景っていうか、ほら、親が、ね、あの、金が持っててさ、バイトしなくても、お笑いだけ専念できるっていうのも、それもスキルだしね、そういうので、まあ、いろんな条件で売れていった人もまあいるわけじゃんそういう。 時間とかもあってさ、やっぱ削られちゃうじゃん、普通はさ、なかなかさ、バイトに。そういうね言い訳にはできないみたいなところもあるけど、実際問題やっぱあるじゃん。でも俺なんかほらもう、無所属無名で、自分でこう、酒場、ね、スタックとかキャバクラに交渉してこう、ネタやらさせてもらって、チップもらってみたいな、そんなこともね、 なんだろうまあそれ以前からだけどもう酒場に出させてもらうようになってちょこちょこねまあライブハウスミュージシャンの人が出るようなところとかに出始めてもなんかもう3年ぐらい経ったんですけどなんかいろんなもう路上ライブが1年7ヶ月ぐらい経ったのかなでまあ結局ほら死ぬまで芸人やるっていう 巻いた上でさ結局何がさ正解とかもないけどさ、ね、やっぱその王道のテレビ出て有名になってこう王道の人もさ振り返って、まあ、そういう人たちもやっぱ若干気づいてると思うんですよやっぱ王道だからね、まあ、見えなくなってる部分も多いだろうけど、まあ、それは俺に対しても言えることなんだけど完全にその もう全然違うじゃん。俺なんかほら、貧乏で金にもなんないような感じだけども、やっぱり、うん、まあ、なんていうのか、スナックとかキャバクロとか、まあ、一件一件交渉してやってんだけどさ、やっぱ、まあ、そういうところにはやっぱ有名な人行かないじゃん。有名な知名度がある人ってそういうことはやんないじゃん。やっぱなんでかっていうと、その、まあさ、そういう裏の社会とか繋がってるお店とかも、まあ、 結構あるから、そういう営業とかもかけづらいっていうのも、まああるだろうけど、その、まあ、基本的にはやっぱそういう有名な人ってやっぱそういうところには一回行かないじゃん。だから、そういうところでまあ、行ってまあ、あんま関係なくね、行って修行させてもらってみたいな、まあいろんなシチュエーションありますけどね、結構、やばいお客さんとかも多いんでね。まあ、でもまあ、 そんなこともいつまあ、いろんな形でやっぱりこう、まあネタ自体は変わんないですよ。やってること自体はもう10年とか変わ10年、20年変わんないですけど、ただやっぱその、自分で切り開いていくっていう意味では、まあ、その王道の人は、周りが、この仕事をくれるでしょう、環境とか。周りがくれて、ただ仕事を淡々と行なしていって、それによってスキルがアップするみたいな、 バれするとか、ま、いろいろあるんでしょうけど、人脈ができるとか、それはそれで能力で、芸人道なのかもしれないけど、俺みたいな、ほら、やっぱ、その芸人道を、みんな目指していくんだろうけど、ども、やっぱ、ほんで、それがいけなかったらみんな諦めてやめるわけじゃん。俺みたいにこう、やめないわけじゃん。やめない、なんでかって、ほら、お、面白いからさ、それが面白いから、その、 売れても、要は売れない芸人どうも、結局自分のやりたい芸人、芸人って言いますか、芸を追求したい、やりたい芸を追求することがさ、金にもなんなかったりとかさ、周りからこうバカにされたりもするけどさ、それがやっぱ楽しくてさ、面白くてさ、生きがいというか、人生かけるんだったら、そっちの方でも俺は、それはそれでなんか、全然なんか楽しいからやってて、 やっぱその、一軒一軒回ってるとさ、お店をさ、やっぱこう、やっぱ不景気じゃん、基本的に。なんだかんだ言ってね。いろんなこう人生模様見えてくるじゃん。俺含めてだけど。やっぱ経営者の人とかもこう、結構、そんなね、儲かってるわけではないだろう。儲かってるお店もあるけど、そうでもないようなところもあるじゃん。立ち退き済んでみたいなところも。 あるじゃん、ぶっちゃけね。やっぱそういった人間模様もありつつ、いろいろこう、やりつつね。やっぱやってるわけじゃん。で、こう、下品な芸だろうが何だろうが、やっぱやりきったら、まあ120、120%でね。やっぱ違うんですよ。やっぱ普通の、テレビ見てる、テレビ出てるような人たちは、わかんないかもわかんないけど、 俺みたいな世界は、あの、違うのよ、また、その、テレビではその、や、まあ、要は、R1、どんな爆笑をとっても落とされるような芸なんで、まあ、テレビでは、その、使ってもらえないってことじゃ、言い方考えたら。だから、でもその、別にテレビじゃないから、ね、そういう、いう酒場だとやれる場所もあるわけじゃん。 稀にだけど、全部が全部がほとんどはやれないよ。だいたい。だから、1割ぐらいあるかないかみたいな感じじゃん。1割もないかもしんないけど。だから、だから50件当たったら1件あるかなぐらいじゃん、やらさせてもらえるような。でもまあ、だからもう死ぬ時に、お互いですけど、王道の人たちもやりき、やり尽くしてね、 ただどう思うかっていうね、お互い、お互いがね、お互いがお互いを見て、どう思うんだろうっていう、まあどっちも極めることには変わりはないんでしょうけど、芸人道をね。どっちのあれなんだろうとは思うけど、あの、まあ俺はね、その、まあいわゆる売れない芸人の、本当、こうタイトル通りですけど、売れない芸人の末路の方を言ってるわけなんですよ。別になんかそれが、 まあ面白くてというか、それでもいいというか、むしろそれがいいみたいな感じになってきちゃうんですよ、なんかこう。なんか。で、なんかあの、誰もやんないし、結果そのやっぱ下品なことってみんな敬遠されがちだからみんなやりいたがらないし、やんない、金になんないからね。やっぱやらないじゃん。敬遠されがちだから、でもそこをやり続けることのやっぱ意味の面白さっていうか、 テレビにも取り上げられないし、テレビからどんどん遠ざかっていくんだけれども、やっぱ芸人道としてそういう道があってもいいんじゃないかなっていうか、もう家族も応援してくれてるしさ、そんな家族も珍しいんだけどさ、だからそういうのもまあ、やるんだったらもう、とことんやるっていうかまあ、人生一回しかない何。何回も言うけど、人生一回しかない。 じゃあ、王道の道の方がやっぱ確率は高いの、ね、合わせたらそっちの方が行きやすいに決まってんじゃん。コンビ組んで作家さんに合わせたらそっちの方が売れに決まってんじゃん、どうかって。でもでもでもつまんねえ、俺から言わせると。その人生がね。もったいないね。やっぱ売れない自分のこの下品んなこのわけわかんない芸をなんか自分で酒場歩き回ってやってる方が絶対面白いんですよ。内容的にはね。テレビの背景とかも、 そういう王道のテレビの背景とか、うんぬん、華やかな世界かもしんないけども、そういうのとは違うんよ。これやっぱ、これを表現したいのに、全部生き様、ドキュメンタリーというか、ドキュメンタリーバラエティ番組じゃないけども、それ自体が、この、なんか、この混沌としてる、これが面白いんですよね。なんか、路上ライブとかも。 なんかその、今週末行くのかわかんないけど、お客さんのクレームで、お客さんの最寄り自宅もより駅前で路上ライブやりに行ったりとかさ、なんかそういうのも含む踏まえてさ、やっぱ面白いじゃん、なんか。そういうのも踏まえてこうやっていくっていう面白さ。だから芸人は別に売れなくてもさ、変なしバイトだけ生活できりゃいいわけでさ。 まあ、売れたり越したことはないけど、まあ変なし、ねそれ以外の手段でも、ね金は稼げることも、まあできるだろうからね、やっぱ、大事なのはやっぱ芸を極めることっていうか追求することでね、どんなことでも一つのことをとことん追求するっていうのが、やっぱ一番大事だと思うから。ことも、もう、なんて言うんだろう。崖から、 飛び降りてもう,もう着地地点はどこでもいいみたいな感じ。